すぐわかるお」「すぐわかるお」のお暇なら映画でも、なんとこのチャンネルがついに書籍化。題して「すぐわかるお」のお暇なら本で映画の話でもかっこ仮、現在鋭意制作中。文章もイラストも全て新たに書き直しています。さらに本来秋までを予定していた目標部数到達がまだ梅雨というこの時期に大幅短縮した結果を受けて、太っ腹のアプリスタイルがやってくれました。先着200名様に予約特典を追加配布。発売は Web のみです。アプリスタイルショッピングサイトにて予約受付中。皆さんのアクセスお待ちしております。皆さんご機嫌いかがですか？すぐわかるおです。今回はですね、まゆえくぼさん、鈴木よしこさんか、もしかしたらかこさん。かこさんの可能性あるかな？鈴木よしこさん、そいそい26さん、M、まさん、ミスタ、やよいさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。ということで今回はフランス映画ですね。ベティ・ブルー、愛と劇場の日々についておしゃべりをしたいというふうに思います。まず基本情報ですね。この映画は1986年公開ということですね。監督はジャン・ジャック・ベネックス。原作、脚本はフィリップ・ジャンさんということで。これにしようか、ベティ・ブルーにしようか、それとも同じね、ジャン・ジャック・ベネックス監督のディーバにしようか、どっちにしようかなーって迷ったんですけど、こっちの方がちょっとリクエストも多かったし、まあこっちにしようかなーって思ってやってみました。まあこの映画ですね、人気作ですよね。ただ結構分かれてるかなっていう感じがしますね、賛否が。賛否っていうか、いいっていう人と、わけわからんっていう人とみたいなね、分かれてる感じがしますけど、この映画ディレクターズカット版となるインテグラル版はですね、なんと3時間超ということで、3時間5分、非常に長い映画となりますけれどもね、僕はこの映画面白いというふうに、感じましたね。ただ退屈だなって思ったり、意味がわかんないなって思ったりする人の気持ちももちろんよくわかりますし、ハリウッド映画とかが好きな人からすると、フランス映画とかね、こういったタイプはちょっと芸術に寄りすぎてんじゃないかみたいなね、そんな風に感じたりもするかもしれませんけど、この映画大体において恋愛映画という風にジャンル分けされるんですけれども、恋愛映画ですかこれ、どうですか？確かに男女の恋愛風景を描いていて、しかももう四六時中セックスしているような映画ですよね。もう全裸バンバン出てくるしね、主人公のゾルグの男の人のねあれが路線がね路線がブラ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 と、よく見えるわけですけれどもねちょっとかぶってる感じがありましたけど、よく見える映画であって、本当にねずっと絡みばっかりを映し出しているっていう感じの映画ではあるんですけれども、ただ僕はこれ恋愛映画というよりはファンタジーコメディドラマという感じのジャンルになるんじゃないかなというふうに思っていますね。コメディですね、この映画は。どっちかというと、コメディっていうのはその分かりやすいコメディ要素もこの中にはたくさん入っているんですけど、映画全体を通してラストの悲劇的なラストも含めて結構コメディ的な描き方をしているドラマという感じの映画じゃないかなというふうに僕は思いましたね。今回は、フランスのみならず世界中で大人気となったこのベティ・ブルー、愛と劇場の日々について、ちょっとそんなに長くはならないような気がしますけど、おしゃべりをしたいと思いますんで、皆さんもぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、この映画ですね、長尺の濡れ場からスタートするとなっていますね。ベティと出会って1週間毎晩セックスしたというセリフからこの映画は始まります。主人公の男ゾルグとヒロインのベティですね。ゾルグは30歳、ベティは19歳ということになるわけですけれども、この2人の出会いは一切映画の中では語られていませんね。この一番最初のナレーションから考えるに、1週間前に何かしらで出会って、それからずっと毎晩セックスをしていると。で、映画の冒頭ね、ベティがゾルグのお家を訪ねてきて、昼間会ったのは初めてだみたいな、そういう感じになってくるわけですけれども、2人がどうしてこれほど惹かれ合っているのかっていうのは全くわからないわけですね。出会いもわからないし、お互いどういったことがあってこれほど激しい恋愛感情をお互いに抱いているのかっていうのも全くわからないんですよね。その辺は一切語られておりません。で、映画ってまあよくあるんですけど、映画内で語られていない事実みたいなね、そういったものは結構よくあるんですけど、僕の映画の見方としては、映画内で語られていないものに対しては、語られていないんだったらそこは知る必要がないものなんだというふうに考える、もしくは語りようのない出来事によって2人は結ばれているから語っていないのどっちかかなという感じがしますね。だからまあどうしようもないわけですね。わからないものはわからないとして見ていこうとなるわけですけれども、多分この映画では後者かなという感じがしますね。語りようがないから語っていないという感じじゃないかなというふうに思います。まあ僕この映画ファンタジーコメディドラマというふうに思ってるわけですけど、2人の出会いとか、まあその後の展開、あれこれ、そういったところは全体的に全部ファンタジーとして捉えていいという映画じゃないかなというふうに思います。ファンタジーっていうのは要するに分かりやすいこの魔女が出てきてとか、妖怪とか妖精とかモンスターが出てくるとか、そういう意味じゃなくて、何か幻想的な世界の中のお話っていう感じ。現実に起きていることを描いている映画ではあるんですけど、ただなんとなく幻想的な世界のお話というふうにこの映画は捉えていいんじゃないかなというふうに僕は思います。まあそんな2人すごく惹かれ合っているわけで、その中でもゾルグがですね、ベティのことを手放したくないという思いが非常に強いという印象がありますよね。なぜゾルグはそんなにもベティにこだわってずっと一緒にいたいと思うのかというところですよね。普通だったらあんな女嫌ですよね。見た方だったらわかると思うんですけど、映画を。まあベティっていうのは本当にめんどくさい女なんですよ。はちゃめちゃなんです。はちゃめちゃ女なんですよ。ちょっと自分に気に食わないことがあったら周りのものに当たり散らすし、もうラムちゃんみたいな感じでね。ダーリンダメだっちゃーみたいな感じで、こう全部もう家の中のもの壊すし、人のことは平気で暴力を振るうし、まあとにかくめんどくさい女なんですよ、ベティっていうのは。なんでゾルグはこの女のことがそんなにいいのかというところなんですけれども、おそらくですね、ベティとゾルグの関係っていうのは陰と陽の関係なんじゃないかなというふうに思います。内側と外側というか、本音と建前というか、そういった関係がこの2人の間にはあるんじゃないかなというふうに思います。ゾルグとベティはですね、性別から性格から何から何までですね、全てにおいて正反対に見えますよね。ベティは気に入らないことがあったらすぐに口に出して態度に示して、行動に移すわけですけれども、ゾルグは例えば自分より立場の上の人と接するときは常に腰を低くして、あはは、愛想笑いしながらすいません、いやいやいやみたいな感じでね、やるゾルグなんですけど、全く正反対に見えますけど、2人は実は同じなんだということですね。それはつまり陰と陽の関係。陰がゾルグ、陽がベティですね。本音と建前の関係。本音っていうのがベティで、建前っていうのはゾルグ。そういったこの対の関係、鏡を見ているような、そういった関係がゾルグとベティにはあるんだというふうに僕は思います。だから2人は惹かれ合っているんだということなんじゃないかというふうに思います。で、このベティちゃんですね、非常に可愛らしい女の子なんですけれども、初登場の時は全裸でした。そして2回目の時は裸エプロンで出てきましたね。裸エプロンで街を歩いてゾルグの家までやってきてこんにちはと、来たわけですね。そんな彼女を見てゾルグはこういうふうに言っていました。彼女は透明な感性を持つ奇妙な花のようだというふうに言っていましたね。まあ感性っていうのは何かというと、一応辞書で確認しますとですね、認識の上では外界の刺激に応じて知覚感覚に生ずる感覚器官の感受能力を言うということですね。ここで得られたものが五性の素材となり認識が成立するということですね。五性っていうのは論理的な思考のことを五性というわけですね。でもう一つ、実践的には人間の身体的感覚に基づく自然な欲求を言う。理性より下位のものとされ、意志の力によって克服されるべきものとされることが多いというのが感性ということですね。まあ例えば現代美術、よくわからないね、ぐちゃぐちゃってなっている絵画を見て良いと思うというのは感性が鋭いとか、いうふうに言われたりするわけですよね。何でもない自然の風景を見て涙を流したりすると感性が感受性が高いねとか、そういうふうに言われたりとかするわけですね。まあ通常あまり感性っていうのは表に出さないで人間は生きていくものなんですよね。この2番目に書いてあるように、理性よりも下位のものとされていて意志の力によって克服されるべきものとされることが多いということで、この感性とか感受性っていうのが強すぎるとちょっと人間社会としてめんどくさい生き方になってくるわけですけれども、このベティちゃんはですね、透明な感性を持っているというふうに表現されていますね。透明な感性っていうのはつまり自然な欲求というものが理性や語性を透けて前面に出ているんだというふうに考えていいと思います。理性とか語性がないわけではないですけど、それよりも感性が前面に出てくることが非常によくあることなんだみたいな、そういった感じの人ってことですよね、ベティは。だからこのセリフの続きですね、服の着方もまるで無頓着だったというセリフにつながってくるわけですね。自分の感性身体的感覚に基づく自然な欲求が理性とか語性よりも前に出てきちゃってるから、服にこだわりを持たないというか、裸で街を歩いてたら怒られるってことは分かってるから、最低限服を着て股間とおっぱいを隠して歩けばいいんでしょみたいなね、そういう感じの子、それがベティということになるんだというふうに思います。ベティちゃんは非常にはちゃめちゃですねあんな人が街歩いてたらびっくりしちゃいますね。さてベティはですね、瞬間湯沸かし器的に、怒りの沸点がめちゃくちゃ低いわけですけれども、ベティの沸点っていうのは一体どこにあるのかっていうのを見ていくと、ベティの考えっていうのがなんとなく見えてくるかなという感じがします。ということでちょっと例を挙げてみました。ベティが一番最初に切れた時ですね、昼間に初めてゾルグのお家に来て、私に会えて嬉しいとゾルグに聞いたあとですね、ゾルグが冗談っぽく「ははは別に」って言ったら「ろくでなし」というふうに切れたというのがありましたね。で次、ゾルグはフリーターなわけですけれども、家主にですね、バンガローに住んでいて、そこの家主にここにずっといさせてやる代わりに全部のバンガローの壁を塗り直せっていう命令をされたわけですね。でベティと一緒に、塗ってたわけですけど、ベティはいくつかの壁を塗るだけだと思っていたら全部塗れっていう風に言われて、は?みたいな感じになったんですよね。全部のバンガローを塗れってバカ言ってんじゃないわよって言って切れました。でその後、そんな理不尽な家主の命令に黙って従っていたゾルグに対して、あなたは自尊心はないの、少しはあなたを尊敬させてよと言って切れていましたね。でその後、また家主がやってきてゾルグに対していろいろあれをやれこれをやれというふうに言っていたわけですけれども、そんな家主に対してですね、このエピソードの前にベティはゾルグが密かに書いていた小説ってのを見つけていたわけですね。それもあってですね、その家主に対して「あんた偉そうにゾルグのことを使用人みたいにこき使ってるけど彼を誰だか分かってんの?」と「偉大な作家なのよ」と言ってキレていましたね。でゾルグが書いた小説を出版社に持ち込もう、郵送しようということに決めたベティはですね、一人で使ったこともないであろうタイプライターを自分で一生懸命一から勉強して小説をタイプに打ってですね、やっとあなたの小説を打ち終えたわよという風になった時ですね、ゾルグに打ち終わったわよと言ったら、まさか本当に終わったのかと、君は本当に僕の小説を出版社に送るつもりなのかと、あんまり僕を買いかぶるなよという風に言った後、あなたは作家よ、小説を書いたじゃないのと言って切れていましたね。でパリに移住して、そこで知り合ったエリーっていうレストランを経営しているお友達のところでアルバイトをしている時にめんどくさい客に対して切れていましたね。この時はフォークでその客の腕を刺していたわけですけれども恐ろしかったですね。でその後ゾルグの小説を認めない編集者に対して家まで怒鳴り込みに行って暴力を振るって切れていました。で、なんだかんだあってピアノ屋さんになったんですけど、2人はもともとのピアノ屋のご主人であったエディのお母さんが寝ていたベッドで2人で寝ようとなったわけですけれども、死人のベッドで寝るのなんて嫌よと言って切れました。任されたピアノ屋さんを改装しようと言ってゾルグが壁を壊していたわけですね。でそれを見ていたベティというのがあったわけですけれども、壁を壊しているゾルグがベティに対してですね、こうドーンドーンってやりながら「どうだロッキー4みたいだろ?」というふうにちょっと冗談で言ったわけですけど、それに対してベティは「いいえあなたは作家よ」と言ってキレていました。こんな感じでベティはですねすぐにキレてプンプンとなっちゃうわけですけれども、ベティの怒りはどこにあるのかっていうと、おそらくプライドというものに起因しているんじゃないかというふうに思います。このプライドっていうのはベティのプライドというよりはゾルグのプライドに起因して、ベティは怒っているということが非常に多いですね。ウェイトレスの時はちょっと違うんですけど、それ以外はほぼ死人のベッドで寝るのは嫌よって言った時もそうかな、それ以外はほぼゾルグのプライドについて怒っているっていう感じですね。プライドの在りかがゾルグとベティでは違うわけです。ベティが大事にしているプライドというものとゾルグが大切にしているプライドっていうのは別の次元のものであって、ここが2人は分かり合えないわけですよね。このプライドのあり場所が違うっていうところがこの2人の悲劇的なところであって、このプライドの場所の違いが最終的には非常に悲しい悲劇としてラストにつながっていくということになるんだというふうに思います。ゾルグにはですね小さな男のプライドというものがあるわけですね。この小さな男のプライドっていうのは、僕は理解できます。同じ男だし僕は理解できますよ。同じ男だしとか言うと女だって理解できますって言われるかもしれないけど、僕は女じゃないんで女の人が男のプライドについて理解できるかどうかがわからないんでね。でも僕は男だから男同士でなんとなく分かり合える男のプライド、小さなくだらないプライドっていうのはなんとなく、僕には分かるかなという気がするんですよね。ゾルグのこの小さな男のプライドっていうのは本当にくだらないものであって、誰でも多少あるとは思うんですけど、この例えばですね、例えばいっつも毎日ビシッと髪の毛をセットしてひげをきれいに剃ってアイロンをかけた服をピッて着て街を歩くっていうプライドがある人もいれば、最低限顔を洗って歯磨くぐらいしかしないで髪の毛もボサボサ、服もヨレヨレでつっかけで歩く人もいるわけですね。で実はそのボサボサの汚らしい格好をしている男もそういうプライドを持って生きているっていうことがあるわけですよ。男のくせに髪の毛をいじるなんていうのは俺のプライドが許さんとか、そういうふうに思ってる人もいるわけですね。男はヒゲが生えるようになってんだからヒゲなんていちいち毎回剃らなくたっていいんだっていうくだらないプライド、そういったものを持っている人ってのはいるわけです。武士は食わねど高ようじ的なね、努力して頑張ればいいじゃんっていうふうに思うんだけど、それをやりたくないっていう謎のプライドみたいなものが男にはあったりするわけですね。でゾルグはそういうのの持ち主なんですよ。2番目にベティが切れた時の会話ありましたね。家主にバンガローの壁を全部塗り直せって言われて、ベティが怒って家主の車にペンキをぶっかけてやばいことになるっていうあの時ベティはこう言っていました。あなたには自尊心はないのというふうに言っていましたね。するとゾルグはあるさ、でも一緒に暮らせるなら何でもするというふうに言っていましたね。するとベティはこう言い返しました。変よ、あんなやつにおべっか使うなんて弾を抜かれてるのと同じだわって言うと、俺は気にしないっていうわけですね。くだらないこと言わないで少しはあなたを尊敬させて、このままここで死ぬのというふうにベティは言っていました。もちろんですね、ゾルグだってベティの言うように生きたいという気持ちはあるんです。ゾルグだってあんな家主の理不尽な命令に黙って従うのは嫌なんですよ。でもそれを断るっていうのはゾルグにとっては非常に難しいことなんですよね。なぜならゾルグはフリーターですから、仕事がないし、一応配管工っていうそういう技術の資格なりなんなりは持ってるっぽいんですけど、でもその仕事はないわけで、頑張って仕事をするという姿を見せるのがかっこ悪いというふうに思っているんですよね。多分ゾルグはボスに言われたから仕方なくやってるんだっていう方が自分のプライドは傷つかないというふうに多分思っている感じなんですよ。現状維持を続けていればとりあえず現状が維持できるというふうに考えているのがゾルグであって、新しいことをして失敗したら嫌だとか、何か努力をしてそれが報われなかったら嫌だとか、そういった本当にくだらない小さなプライドを持った男っていうのがゾルグなんですよね。だから現状維持が大切なんですよ、ゾルグにとっては。現状維持を続けてれば現状を維持できるから、だからとりあえず今はここの海辺のこのバンガローに住み続けなければいけない、ここのバンガローに住み続けるには家主の言うことを聞かなきゃいけない、じゃあそうすればいいじゃんっていうのがゾルグなんですよね。まあその後、ベティがですね怒り狂って断捨離をするわけですね。ベティは怒ると断捨離をする癖があるんですけど、そうしているうちにゾルグが書いた小説っていうのを発見しました。ゾルグは小説を昔から書いていたわけですね。書いていたけど誰にも見せることはありませんでした。見せるつもりもなくゾルグは小説を書いていたわけですね。ベティが最初の読者となったというふうに言っていましたね。ただ小説を書いているゾルグはですね、もちろん自分が書いた小説を誰かに見せたいというふうに思っていたわけです。誰かに見せたいし、見せた人から評価をされたいし、見せた人から絶賛されたいんです。せっかく自分が書いた小説ですから、当然そういうふうに思いますよね。でも万が一自分の書いた小説を誰かに見せたら酷評されるかもしれないというのは怖かったわけですね。だから書きたい衝動があって小説を書いたわけですけど、誰かに見せるっていうのはあまりにも怖くてずっとできなかったんです。一人で内緒で書いていたわけですね。もちろん書いてる時はとんでもない傑作を書いているんだって思いながら書いてるんですよ。でもとんでもない傑作を書いてるんだっていう思いが強ければ強いほど、傑作だと思われなかったらどうしようっていう不安がつきまとってゾルグの心の中に、それのせいで誰にも見せられなかったわけですね。ゾルグは自分の持っている才能とかそういったものに対してとても大きな自信を持っているんです。とても大きな自信を持っているからこそ認められない可能性というものに恐怖しているというのがゾルグなわけですね。ゾルグはできることならベティのように生きたいんです。ベティのように自分に自信を持って、自分の自信を外に見せつけて、天才大作家様であるゾルグが小説を書いたんだぞ、出版社の連中に見せてやろうっていうふうにやりたいけどできないんです。ベティはそれをやるんです。そういった対の関係、鏡の関係がゾルグとベティということになるんだというふうに思います。さて、ゾルグの鏡であるベティはですね、ゾルグがやりたいのにできないという小説を出版社に送るとか、評価しなかった編集長を罵倒するっていうのをどんどんやるわけですね。これはゾルグがやりたかったことであって、それをベティが代わりにやってくれているにもかかわらず、ゾルグはですね、それに対して全く感謝をするということはないですね。むしろベティのやっていることを迷惑がっている風を装うわけですね、ゾルグっていうのは。それはなぜかというと、ベティとは違うプライドというものがゾルグの中にはあって、それが一連の生活をしている中でも変わることがなくてですね、自分の書いた小説なんて評価されるわけないよっていう態度をベティの前でずっと取り続けているからなんですよね。ベティはあなたは天才よと、あなたの書いた小説は傑作よと、絶対に出版社に送ればうちから出したいと言ってくるに決まってる、あなたは作家なのよ、偉大な作家なのよというふうに言い続けているのに、ゾルグはそうではないよ僕はというふうに言い続けるわけですね。まあゾルグの気持ちもわかりますやっぱね、ダメだった時のショックを感じたくないですから、最初から自分なんかダメなんだって思ってればダメだよって言われた時になるべくショックが小さくて済みますからね。ベティのようにはゾルグは振る舞えないわけですね。で、なんだかんだ人生が転がってですね、ゾルグとベティは2人で田舎のピアノ屋さんで働くということになりました。田舎のピアノ屋さんの雇われ店長になったということなんですよね。で、この頃なんとですね、ゾルグはベティには内緒で新作の小説を書いては出版社に送るということをやっていたわけですね。自分の小説なんて無理だよっていうふうにベティには言っていたけど、ベティのこの行動によって書いてみよう、そして送ってみようということをゾルグはしだしたわけですね。でもそのことはベティには内緒にしていました。なぜなのかというと、恥ずかしいからですよね。さっきも言った、自分は小説家になんかなれないに決まっているというふうに思い込みたいというゾルグがいて、どうせ自分の小説なんて誰からも評価されないに決まってるというふうに思いたいゾルグは、ベティにそのことを告げることはできないわけですね。恥ずかしいですから。小さな男のプライドっていうのがずっと邪魔してるわけです。本当は自分のことを偉大な作家だと思ってるんですよ。ベティのように。でも偉大な作家だと思っちゃうと、偉大な作家ではないよと言われた時のダメージがでかいですから、そう思わないようにベティには内緒にしているということなんですよね。だからこの時にゾルグはベティに小説をまた書いているんだというふうに一言言っていれば、ベティは大喜びしたはずなんですよ。じゃああなたどんどん書いてと、ピアノ屋さんの方は私がやるわと、あなたは作家に専念して、私はピアノを売る才能があるから、お金のことは大丈夫よと、あなたにはとてつもない才能があるんだから、どんどん小説を書いてというふうにベティは言ってくれたはずなんですけど、それを言うことはゾルグにはできないわけですね。まあそうこうしているうちに、ついにベティが妊娠したかもしれないということになりました。まああれだけね、濡れ場がバンバン入ってきてれば、それは妊娠もするじゃろうというところはありますよね。ということで、その日、妊娠が発覚したその日のディナーですね。2人はちょっと奮発してレストランに行ってお祝いをしようということになっていたわけですけど、この時ゾルグはですね、トイレに入ってそこで麻薬の売人から麻薬を買うということをしていましたね。この映画始まってここまで1回も麻薬は出てきていないわけですね。タバコはバンバン吸っていましたけど、麻薬をやるシーンは全くありませんでした。ゾルグが麻薬の常習者だったという感じではないんだと思います。多分ここの麻薬というのはゾルグの心の不安を表しているんだというふうに僕は思いますね。ゾルグはベティが妊娠したことをおそらく本当に心から喜んでいたんですよね。嬉しいと。自分に子供ができたということは非常に嬉しいというふうに思っていたけど、それと同時に不安も感じていたんだというふうに思います。自分は何者でもないし、成り行きでたまたまなったピアノ屋の雇われ店長であるし、本当は小説家になりたいのに、それもまだ何の芽も出ていない、何も達成していないしっていう不安、そんな中で子供ができたっていうこの不安、そういったものの表れとして、麻薬をやるというシーンがあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、結局後日ですね、ベティは病院に行ってちゃんと調べた結果、妊娠はしていませんでした。簡易の妊娠検査薬の誤表示だったということなんですね。ここから物語は一気に不幸な状況になっていって、ベティがもうピエロになってしまうわけですね。ぐちゃぐちゃのメイクをして涙で目を晴らしに晴らしまくってですね、この世の終わりみたいな顔をして佇んでいるわけですね。この時ベティはこう言っていました。運命って残酷ね、望みを叶えてくれないの、子供も産めないのよというふうに言っていました。まあ、子供も産めないのっていうか、別にベティは子供が産めない体であるというわけではなくて、妊娠検査薬が間違って表示されただけで妊娠ができないわけではなく、妊娠最初からしていなかったっていうだけなんですけれども、ただベティはそこですごいショックを受けたわけですね。運命というのは望みを叶えてくれないんだというふうにベティは言っていました。ベティの望みとは一体何なのかなんですけれども、それはですね、ゾルグが俺は作家なんだというふうに認めること、まずこれが第一にベティが望んでいることですね。あなたは作家よと、あなたは小説家よ、あの人は偉大な小説家なのよってずーっと言い続けているにもかかわらず、ゾルグは俺は作家じゃないし、小説はたまたまちょっと書いてみただけだしっていう態度をずっと取り続けているわけですね。でもう一つ、ゾルグの小説家としての才能をみんなが認めること、これがベティの望んでいることですよね。だから才能のある小説家が書いた小説を酷評した編集者に対して怒り狂うっていうのがあったわけですよね。あんたみたいな見る目のないやつが編集者なんてやってるからダメなのよと、こんなに素晴らしい小説を罵倒するなんて頭おかしいんじゃないのっていうことをベティは言っていたわけですね。それと、そんな才能たっぷりで自分が本当に大切に思っているゾルグの子供を身ごもることというのがベティの望みだったわけですけれども、ベティの望みは全くどれもこれも叶わないんだということを言って嘆いているわけですね。ベティは運命っていうのは残酷なんだと、私が望んでいることを全く叶えてくれない、どうなってんだと、こんなのおかしいよと、当たり前のことを望んでいるだけなのに何も叶わないというふうにベティは感じているわけですね。まあ、この映画最初からハッピーエンドにはならないだろうな感がずっとつきまとっていて、であんだけ濡れ場がバンバン入ってくるわけですから、いつか子供ができるとかそういった展開にはなってくるだろうなって思うけど、おそらく何かしらの不幸が訪れるんだろうなっていうのはなんとなく冒頭から見てても思いますよね。ハッピーエンドで終わるんだろうなという感じはなさそうだなというところはあるわけですけれども、まあここから物語は急転直下していくということになるわけですね。目を覆いたくなる不幸が訪れます。悲しいですね。さてベティはですね、ちょっとやばくなってきたわけですね。どんどん元気もなくなって正気じゃなくなってきているということが起こりました。そんなベティを助けるためにゾルグはですね、強盗をして大金を手に入れるということをするわけですね。お金を手に入れてベティのために何でも望むものを買ってあげようということをしようとするゾルグということなんですけど、まあゾルグは本当に心の底からベティのことを考えているわけですね。ベティを助けたい、俺にはベティが必要なんだ、ベティをなんとか苦しみから脱出させてあげたいというふうにゾルグは思っているわけです。だから強盗をして大金を手に入れてベティの望みは何でも叶えてあげようと思っているわけですけれども、ベティの望みっていうのは金じゃないわけですね。ゾルグがリビングで小説を書いている姿を一回でも見せれば、それだけでベティは元気になったんですよ。あ、小説書いてるのねと。うん、ごめんと。今までちょっと恥ずかしくて言えなかったんだけど、実はもうずっと僕は小説書いていたんだ。ほら見て、こんなにいっぱいもう電話帳みたいな厚さの小説、原稿用紙があって、実はこんなに僕は小説書いていたんだと。言えば、ベティはもう元気になったんですよ。でも、それがゾルグには言えなかったわけですね。強盗をして、もしかしたら捕まって刑務所に入って、服役することになるかもしれないけど、そういう危険性の方が小説を書いているんだということをベティに知られるよりもいいというふうに思っていたわけですね。これはゾルグの悲しい男の小さなプライドということだと思います。小説を書いているというのはベティにだけは言えないんですよね。もし落ちた場合、編集者を殺しに行くからじゃないですよ。ベティの期待を裏切ってしまうというのがゾルグは怖いんだというふうに思っているところもあるだろうし、ゾルグ自身が自分には才能がないんだと思われるというのをベティに知られるというのが嫌だとか、そういったところがゾルグがどうしてもベティに自分は小説を今書いているんだということを言えない理由となっているんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、もう大変なことになってきます。ベティが子供を誘拐するということが起きましたね。この子供誘拐の直前ですね、ベティは雨の中、お墓の前に佇んでいて、ずっと泣いているというのがありましたね。で、私が死んだら私のお墓にお花を捧げてくれるっていうことをゾルグに聞いていたわけですけれども、まあこれは少しずつベティは自分の死っていうものを考え出しているっていうことだと思いますけれども、このシーンから続いて、ベティは子供を誘拐するということが起きるわけですね。望みのない世界に生きる意味はないということをだんだんベティは思い始めたんだと思います。そんな中起こった子供の誘拐っていうのは、望みのない世界という中で生きているベティにとってのこれは小さな夢だったわけですよね。自分には子供がいないわけですけれども、ゾルグとの間にできた子供というものを疑似的に体験したいという考えがベティの中にあったんでしょう。だからおもちゃ屋さんの展示品のテントの中に入って、子供とベティが2人で遊んでいて、探しに来たゾルグに対して「あなたも一緒にこの中に入って」って言っていたのは、親子ごっこをしたかったわけですね。もうこの世界に私の望みを叶えてくれる場所はないから、夢の世界に生きようっていう風にベティは思ったのかもしれません。まあ誘拐しているわけですから、もうやばいやばいということになって逃げようと言って、ゾルグとベティは2人で走って逃げるわけですけれども、この時ベティがね、なんだかわからないけど笑顔で走って逃げているわけですよね。あの笑顔のベティはこの後の展開を知っているとですね、まあ胸が締め付けられる笑顔ですよね。なんであそこで笑顔で走ったのか、あのシーンはちょっと本当にきついですね。見ていてきつい笑顔です。この後の展開を知っていればね。ということで最後の段落になりますね。ベティが自ら自分の目をえぐるということをしました。望みのない世界を見たくないんだという意味で目をえぐったんじゃないかなというふうに僕は思います。えぐった目は右目だったわけですね。左目は生きているんだと思いますけれども、ベティの中で現実を見るのが右目、夢を見るのが左目とか、そういったものがひょっとしたらあったのかもしれません。私はもう現実は見ませんと。この世界には素敵なことが何もない。だからこれからは夢の中で生きていきますということをしてしまったんじゃないかなというふうに思いますね。まあゾルグは当然もう打ちひしがれるわけですね。そんな中、グッドニュースバッドタイミングですよ。いい知らせは最悪のタイミングでやってくる。ベティに内緒で書き続けてたゾルグのあの小説がですね、出版されることになりました。もちろんゾルグは嬉しいわけです。ついに認められたということで、急いで病院に行ってベッドで寝ているベティに対して「本が出版されることになったよと知らせました。でももう時すでに遅しですね。ベティは完全にもう気が触れてしまっているわけです。全くゾルグの言葉は耳に入ってきません。もう一日早くこの連絡が来ていればこんなことにならずに済んだのに。っていうか俺は小説を書いてるんだよってベティに伝えられてさえいればなんとかなったかもしれないんですけどね。非常に悔やまれます。これは本当に悲しいですね。悲しい、本当にね。ということで最後ですね、これはバッドニュースグッドタイミングということになると思います。最悪のニュースが最高のタイミングで訪れたということですね。ゾルグはベティを殺すわけですね。ゾルグがベティを殺した時、ゾルグも死ぬつもりだったはずです。これは本気で自分も死のうと思っていたと思います。本が出版されるようになってすごく嬉しいわけですけれども、でも一緒に喜んでくれるベティはもういないというか、いるんだけどもう夢の世界で生きているベティになっちゃってるわけですね。もう話しかけても反応もしてくれない、正気ではない、自分の知っているベティではないベティしかいないこの世界で今更小説家になっても意味はないんだというふうにゾルグは思ったんだと思います。だからゾルグはベティを殺して自分も一緒に死んで2人で永遠に暮らそうということをしようと思ったんですけど、まあ悲しいことにですね、おそらくベティを殺した時に小説の素晴らしいアイデアが浮かんじゃったんですよね。ゾルグは死のうと思ってたんです、ベティと一緒に。でも小説のアイデアが浮かんじゃったんですよ。ということでゾルグは小説を書くということでこの映画は終わるわけですね。まあ非常に悲しいラストで、もうほんの少しのボタンのかけ違いというところで2人は不幸になってしまったわけですね。人生ってのはなかなかうまくいかないものなんですよ。ねえ、悲しいです。でこのグッドニュースバッドタイミングとバッドニュースグッドタイミングはまあコメディの基本というか、そういった要素だということなんですよね。いい知らせが悪いタイミングでやってくる、もしくは悪い知らせがいいタイミングでやってくる、いかにもコメディですよね。僕この映画ファンタジーコメディドラマというふうにジャンルとしてはなるんじゃないかなというふうに思っているわけですけれども、まあ喜劇ですよ。この不幸なラストも含めゾルグとベティの関係とか、このうまくいかない人生とか、ゾルグもベティも一生懸命生きているにもかかわらずほんのちょっとしたところでうまくいかない人生、そういったところがブラックコメディっていうと意味合いが変わってきちゃうから、なんて言えばいいんだろうな、サッドコメディみたいな感じ、悲しい喜劇みたいな、そんな感じで描かれているのがこの映画だったんじゃないかなというふうに僕は思いますね。素晴らしい映画だと思います。3時間超えの映画ですけど、まあ途中ちょっと長いなと思うところも多分あるとは思いますけど、僕はそんなにだらけるということも僕はないですし、この映画見ていてこの2人の関係性、または4人のお友達含めて、ゾルグとベティとエディとリサ、この4人の関係もすごく大人な関係というか、大人の見るドラマ映画っていう感じがねして、文学的な映画だなっていうふうに思ったりもしますし、全体に流れるこのアンニュイな感じとかね、そういったところもなんかフランス映画感もあるし、で分かりやすいお笑いコメディシーンもあるし、すごく面白い映画だなというふうに思います。よくできた映画だし、感情が溢れているし、画面からストーリーが流れるように出てくるとか、まあ音楽とかも全部いいですし、このラストの悲劇感もものすごく悲劇としていいものが描けているんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は1986年のフランス映画「ベティ・ブルー愛と劇場の日々」についておしゃべりをしました。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。僕はこの映画面白い映画だというふうに思います。それではまあ名作だと思います。本当に長いですけどね、インテグラル版は長いですけど、そのたっぷり見せることによって2人の間柄とか考え方の違いとかそういったところも描き出せていると思うし、日常的なものをずっと見せていくことによってベティの辛さというか悲しさというかそういったところも表現できているんじゃないかなというふうに思うし、非常に良いと思いますね。バンガローを燃やしたシーンあるじゃないですか。あそこなんで燃やしたのかっていうとあれですよ、ゾルグのことを作家にするために燃やしたわけですね。パリに行くために、ベティの行動っていうのは基本的に全部ゾルグのために行っていたものなんですよね。でもゾルグはそれに気づけなかったわけです。鏡の2人ですから、性格やその他がいろいろ違うところはあってもやっぱお互いがお互いを必要としている存在だったというところがあって、だからまあ2人がどうやって出会ったのかとかそういったところはあまりどうでもよくて、とにかく2人は出会って、でお互いに必要としている相手だったんだということが分かりさえすればまあそれでいいのかなっていう感じはしますね。ただ一つまあ残念といえば残念なところは、まあセックスシーンがこれでもかというぐらい出てくるわけですけれども、それが至ってノーマルですよね。変態性は全くないですよね。まあいいんですけど別に。ただあの2人ですから多少変態性があってもよかったかなっていう感じはしないでもないかなっていう気はしますけどね。特にベティはね結構エキセントリックな人間ですから、もっとアブノーマルな濡れ場があってもよかったかなっていう感じは、まあ、多少あるかなとは思いますけど、でもまあ紛れもなく名作じゃないかなというふうに僕は思いました。幸せになってほしかったベティにはね残念でした。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、Twitter フォローを皆さんよろしくお願いいたします。すぐわに取り上げてほしい映画がありましたら、僕のチャンネルの中に入っていただいてコミュニティというタブのところにリクエストを書き込む、記事がありますんで、そこのコメント欄に書いていただければまとめやすくなっておりますのでよろしくお願いいたします。サブチャンネルもやっていますし LINE スタンプも発売しておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。その他もろ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 動画概要欄に記載してありますのでチェックをしてみてください。そしてすぐは初の書籍がですね、アプリスタイルという出版社から絶賛予約受付中ですのでぜひ予約してください。もう激レア本になることはおそらく確実なんで、受注生産となりますので予約をしていただかないと手元に届くのはなかなか難しい本となりますので、よろしくお願いいたします。本ならではのいろいろなことをやろうというふうにも思っていますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんが予約していただかないと出版までたどり着かないのでお願いします。どうか記念に1冊買ってください。1冊と言わず2冊でも3冊でも布教用保存用どんな使い方でもよろしいので皆さんに広めていただいたりしてですね、すぐわの初の書籍よろしくお願いいたします。ということで、今回のベティブルーについては以上です。今回も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。